P2P 型ネットワーク。コンピューター同士が対等に通信を行うのが特徴である。PR2PR とは、複数のコンピューター間で通信を行う、際のアーキテクチャの一つで、対等の者同士が通信をすることを特徴とする、通信方式、通信モデル、あるいは通信技術の一分野を指す。P2P と略記することが多く、 以下本項目においても P2P とする。クライアントサーバー型ネットワーク。サーバーとクライアントは1対1の通信を行うのが特徴である。P2P に対置される用語として、クライアントサーバー方式がある。クライアントサーバー方式ではネットワークに接続された、コンピューターに対しクライアントと、サーバーに立場、機能を分離しており、一般的には多数のクライアントに対して、 サーバーが一つである。クライアントはサーバーとだけ通信でき、あるクライアントが他のクライアントと通信するにはサーバーを介する必要がある。P2P ではネットワークに接続されたコンピューター同士が対等の立場、機能で直接通信するものである。クライアントサーバー方式ではクライアント数が非常に多くなると、 サーバー及びその回線に負荷が集中するのに対して、ピア2ピア方式はその構造上、コンピューター機器数が膨大になっても、特定機器へのアクセス集中が発生しにくいという特徴がある。P2P 通信の一例としては、インターネットに接続した一般ユーザーの複数パソコン同士が、互いの IP アドレスを呼び合う直接通信が挙げられる。 P2P によるネットワークは、オーバーレイネットワークの一つに数えられる。実用化されたシステムとしては、P2P データ配信、P2P 電話、P2P 掲示板、P2P 放送、P2P グループウェア、P2P 分散ファイルシステム、P2P シップ、P2PDNS、P2P 仮想ネットワーク、P2P 地震情報などがある。またここ数年、 商用的にも注目を集めており、特に IP 電話や動画配信サービスといった応用例が増えてきている。しかしこれらの応用技術は2000年代初頭から実用化され始めた技術であり、歴史的にはまだ日が浅く、成熟技術となるまでには解決しなければならない様々な問題がある。そのため現在でも学術的な研究が盛んな分野である。 また無線通信で使われるモバイルアドホックネットワークも P2P の一種であるが無線での通信可能距離を稼ぐという特殊な使い方であるので詳細な解説は別項に譲る。P2P における通信端末はピアと呼ばれるがトポロジー理論、グラフ理論などで用いるノードという故障を用いることも多い。 また、クライアントの機能とサーバーの機能を合わせ持つという意味でサーバントという呼び方をすることもある。端末装置の種類としては、PC やスマートフォンが使われることが多いが、セットトップボックスや HDD レコーダー、HDD 内蔵ルーターといったものもピアになり得る。インターネットの基盤である IP ネットワークは、IP アドレスさえわかっていれば、 どのコンピューター機器にも到達できる。つまり、機器同士が相手の IP アドレスを知っていれば、P2P P 通信が可能である。したがって、インターネット上の P2P P 応用技術は、IP ネットワークのオーバーレイネットワークと見ることが、できる。例えば放送型サービスに P2P P を応用する場合は、マルチキャスト型の通信形態となる。そのためこれを、 オーバーレイマルチキャストあるいはアプリケーション層マルチキャストと呼ぶことがある。後者の呼び方は IP マルチキャストが TCPIP のレイヤーでのバケットの複製によりマルチキャストを行うのに対してアプリケーション層でデータのコピーをしてマルチキャストを行うという意味合いから来ている。インターネットにおける P2P 方式の通信には以下のようなメリットと デメリットがある。ピア間で何を行うかという観点で大きく以下の4つのタイプのアプリケーションに分けられる。1対1、通信型放送型オンデマンド型分散型データ、管理複数の機能を合わせ持ったアプリケーションも存在する。IP 電話、LINE 電話や Skype に代表されるようなコンピューター間で1対1のコミュニケーションを行う使い方である。 相手の IP アドレスを電話番号やニックネームなどから見つけ出し、その後、ピアとピアが対等の立場で通信を行う。音声データであれば電話となり、映像データであればテレビ電話となる。インスタントメッセージやオンラインチャットもある。通常、アプリケーションの背後に特定の利用者がいることが想定されており、その人物に対して、 接続を行うような使い方が多い。この種のアプリケーションのほとんどには相手がオンラインかどうかを認識する仕掛けが設けられている。このタイプのアプリケーションではデータは通常リアルタイムでのストリーミングでやり取りされる。P2P シップではシップ URI から IP アドレスを知るために P2P 技術を利用しており、従来からあるシップサーバーを不要にできる。 アドレス解決以外の、接続、切断のシグナリング、音声データのストリーミングに関しては、従来からの Ship や RTP、RTCP の技術をそのまま利用している。応用例、IP 電話、Skype、LINE、MSN メッセンジャー、P2P Ship、P2P グループウェア。ノード間接続をカスケード上に多段階操加して、 配信ツリーを形成することで放送型のサービスが実現できる。ツリーの根元の濃度が放送局となり上流濃度から下流濃度へデータをバケツリレーさせることで全参加濃度にほぼ同時に同じデータを配信することができる。これによりリアルタイムのストリーミング中継が可能となる。オーバーレイマルチキャストの配信ツリーの概念図多くの P2P 型放送システムではアドレス解決にハイブリッド P2P 方式を採用しており通常チャンネル名でインデックスサーバーに問い合わせるとあのノードの下流につながってストリームをもらいなさいというようにノードを紹介してくれるインデックスサーバーの役割を各ノードに分散させることも可能ではあるがそのような実装例はまだ発表されていない 上流濃度が脱退した時にストリームが途切れるが内部にバッファを持つことで一定時間は再生が途絶えないようにしてその間に別の上流濃度を探し出して再接続を行う。再接続の処理には時間がかかるため通常予備の上流濃度を用意しておく。再接続先候補の濃度を効率的に準備しておくために 様々な創意工夫が考案されている。応用例、P2P 放送動画コンテンツの配信などでは、コンテンツを発するノードが、当該コンテンツを持っているノードを探し出して、そこへデータを要求することで、保持ノードがそれに応じて、データを送信する、という一方向型の通信が行われる。言い換えると、持っているものから発するものへ、という通信である。送信元は、 使用しているコンピューターが複数ある場合、どれからでもよくて、不特定多数の中から、アプリケーション任せで選ばれる。送信元の IP アドレスは、コンテンツのタイトルなどを手がかりに、インデックスを検索して見つけ出し、コンテンツ保持ノードにデータ送信を要求することで、データ転送が開始される。オンデマンド型の P2P アプリケーションでは、配信効率を上げるために、 コンテンツのコピーを作ることがよく行われる。一度取得したコンテンツのコピーを保持して他のノードに対して提供可能な状態にすることで他の誰かが再度同じコンテンツをリクエストした時に負荷分散の効果が期待できるからである。これは特に人気のあるコンテンツに対してのアクセス集中の緩和に効果的である。レプリカを作るアプリケーションでは通常 レプリカをキャッシュフォルダー内に作り、古いレプリカから追い出すような実装になっていることが多い。オンデマンド型の P2P アプリケーションでは、データ全体を一旦リクエストした端末までは、持ってきてから利用するダウンロード方式の実装がほとんどである。応用例、P2P コンテンツ配信、P2P 掲示板、P2P グループウェア、P2P 分散ファイルシステム、 無線のアドホックネットワーク、ゲームソフトのアップデートビットコイン、リップルなどでは、通貨の取引履歴情報を、各ノードで分散して持つことによって、通常はサーバーで管理する、大腸データの不正な改ざんを防ぐことができるので、P2P を利用している。これにより、自分のノードの大腸データを改ざんしたとしても、他の多数のノードが正しいデータを保持していることにより、 比較した際に改ざんを検知することができる。こういうデータを持っているのは誰ですかという問いに答えるためには、データを検索するための属性キーとデータのありかの対応表を持っている必要があるが、これをサーバーに集中して持たせる場合と、各濃度に分散して持たせる場合と、特定の選ばれた濃度に分散して持たせる場合の三種類が存在する。 ハイブリッド P2P P ハイブリッド P2P P の仕組み。欲しい情報となるキーファイルをサーバーに伝え、実際のデータはノード同士でやり取りを行う。仕組みハイブリッド P2P P においては、インデックス情報を中央のインデックスサーバーで一括して管理する。新しいデータを保持したノードは、自分が持っていることをインデックスサーバーに申告しておく。データを発するノードが、 このキーに対応する相手を教えてくださいと、インデックスサーバーに問い合わせると、対応する相手の IP アドレスを教えてくれる。インデックスが膨大になると、スケーラビリティがなくなる点が、口述の P は P2P と比べて劣るが、通常規模のシステムであれば、この方式でこと足りるケースが多い。インデックスサーバーがダウンすると、システム全体が停止するため、対障害性の面では、 ピュア P2P P に劣る。ビトトラント、ナップスター、ウィンムックス、放送型 P2P P の多くは、この方式を採用している。ピュア P2P P ピュア P2P P の仕組み。一切の処理を、コンピューター同士が対等に通信を行うのが、特徴である。インデックス情報は、各濃度が、少しずつ分散して持ち合う。自分の知っている濃度に、データを持っているのは誰ですか というメッセージを投げると、その濃度が知っていれば回答が返り、知らなければ、また聞きをしてくれる仕組みになっている。インデックスが膨大になっても破綻しないため、スケーラビリティが高い。メッセージ転送の方式により、非構造化タイプと構造化タイプの二つに分類できる。ネタラ、フリーネット、オーシャンストア、ウィニー、シェアは、この方式を採用している。 ピ r P2P に参加する際には、すでに参加しているノードの IP 情報を何らかの形で知っている必要がある。このためには、常に生きているノードを用意しておいて、参加時はいつもそこに接続するようにするか、あるいは参加しているいくつかのノードの情報をサーバーに集めて、ここから知るように構成する。スーパーノード型 P2P インデックス情報は、 特定の選ばれたノードが分担して持つ。スーパーノードには、できるだけ安定な端末が選ばれる。スーパーノードは、一般のエンドユーザーの端末から能力に応じて選ばれるが、サービス提供者側が用意した端末であることも多い。カザー、スカイプは、この方式を採用している。P は P に P においては、インデックス情報も分散されて持たれるため、 相手先 IP アドレスの発見の仕組みは、検索メッセージを転送することで行われる。転送方式で2種類に分類ができる。P2P に参加するノードには、以下のような機能が必要となる。ソフトウェアでこれらの機能は実現できる。P2P の技術は実用化されて間もないため、成熟した技術として使われるためには、いくつかの課題が残されている。また、 これまでの P2P 技術はファイル共有ソフトによって注目されてきた経緯があり P2P を使っていると聞くだけで有害なソフトウェアだと思うような誤解を与えてしまうことがある。しかし、以下に示すように多くの誤解はアプリケーションや P2P ソフトの実装上の問題であり解決策が見えてきている。つまり P2P 技術自体は うまく使えば非常に有用な技術である。ありがとうございます。